皆さんこんにちは。ジョージとマロとうなぎパーイ、見てください。そして久しぶりにじゃーん、キュー太郎くんです。久しぶりにキュー太郎くんとの共演です。はい、うなぎパイ見てください。これ何度も言うようですけど、うなぎパイすごいですね。すごいでしょ。帰ってきたらすごい。そうなんですよ。山積みされてましたけど。いや、実はね、はい、静岡県のお客様が、はい、お猿さんと人間に、調教師の方たちに食べさせてくださいということで。いや、でもこれ一部ですよね。一部です。なんか大量にありましたけど。結構もうキュー太郎くん食ってますけど、ちょっと先にいただいてますけど、これがまた何個も食べたらね、せっかくだから。いや、売るほどありましたよ。いや売っちゃまずいでしょ。見てください、このうなぎパイ。転売まずいですね。いや、食べましょう。うん、うまっ。常時も食べてます。これはうまい。やっぱうなぎさすがね、さすがメーカーですね。あ、そういえばコロちゃんもいっぱい食べてました。コロちゃんも食べてましたね。食べかすがいっぱいありました。てか、キュー太郎くん久しぶりに、もう約1ヶ月ぶりの、そうですね、劇場公演ですね。はい。いやー、見事に頑張りましたね。子供たち沸かしてましたね。頭盛り上げてくれました。はい、まあまだまだ夏休み続くんですけど、あ、ジョージはいいか、ジョージはね。はい、マル君もね、旦那君、ちょっと近いんで、まあ、というわけで、先ほど、まあ、昨日いただいたんでね、昨日あの虎松君と五郎ちゃんね、食べてましたけど、はい、いやー、ありがたいですね。ありがたいですね。あ、なんか見とかね。いや、マル君もね、あのまだまだあの夏のね、出張公演でいただいたね、たくさんのお土産がまだまだ楽屋にたくさんあるんですけど、山積みです。山積みですが、今日はやっぱりうまそうにね。はい、じゃあマロンくんのどうかな。いいですね。キュー太郎くんも今日、それと本当に久しぶりの公演ね、お疲れ様です。バッチリでした。バッチリでしたね。とても17歳と思えないぐらい素晴らしい芸の綺麗でしたが、さあ夏休みまだまだ劇場頑張りますんで、はい、皆さんお待ちしています。お待ちしてます。